お姉ちゃんと一緒。エリナとお姉ちゃんの愛の記録その1。レイナお姉ちゃんと一緒に庭で遊んだ。お姉ちゃんがお姫様を助ける勇者の役で、私がそのお姫様、ドラゴン馬と戦うお姉ちゃんはかっこよかったけど、戦いに夢中になりすぎて私のことを助けるのを忘れて部屋に戻ってしまった。こういうのを大人の世界では放置プレイというらしい。やっぱりレイナお姉ちゃんはかっこいい。エリナとお姉ちゃんの愛の記録その2。レイナお姉ちゃんと一緒にお風呂に入った。エリナがお姉ちゃんの背中を流してあげた。あんまり力を入れてこすったから、お姉ちゃんは背中がヒリヒリ痛くなってしまった。でもお姉ちゃんはちっとも怒らなかった。本当は痛いのに平気だって強がってるお姉ちゃんを見ていると、なんだかすごくドキドキした。エリナとお姉ちゃんの愛の記録その149。朝早起きしてお姉ちゃんの部屋に行き、ベッドに潜り込んで添い寝した。お姉ちゃんの寝相が悪くてベッドから蹴り出されてしまったけど、お姉ちゃんの寝顔がなんだかすごくたまらなかった。エリナとお姉ちゃんの愛の記録その421。偶然お姉ちゃんの部屋へ行くと、偶然レイナお姉ちゃんが外出中で、偶然そこにお姉ちゃんのタンスがあって、またまた偶然にも一番下の引き出しを開けたら、なんとびっくり、お姉ちゃんの下着がいっぱい。思わず匂いを嗅いだり、色と柄のリストをメモしてたら、戻ってきたレイナお姉ちゃんに見つかってしまった。ものすごく怒られたけど、下着を一枚もらっておいた。エリナの宝物にしようと思う。エリナとお姉ちゃんの愛の記録その1853。お姉ちゃんと一緒にお風呂に入ろうと思う。子供の時以来だからもう10年ぶりくらい。最近じゃあ一緒に入りたいと言っても絶対に OK してくれないので、今日は少し強引な手段を取ることにした。一緒に入ってくれないなら無理やりにでも入るまでよ。お姉ちゃんの入浴中に偶然を装って突入するの。ああ、お姉ちゃん先に入ってたんだ、エリナ気がつかなかったって感じで。そしたらいくらレイナお姉ちゃんでも出ていけとは言わないはず。そんでもって、お姉ちゃんエリナが背中流してあげるなんて言いつつ、背中どころか全身くまなく洗って、あんなところやこんなところまで合法的に触りまくる。いるいる、お姉ちゃんの入浴時間はとっくに把握済みなんだから。さてと、エリナも早く服を脱いで。あ、そこに置いてあるのはまさか、お姉ちゃんが今日一日身につけていた服、しかも脱ぎたて。これはものすごく貴重な品、早速ゲットして。あー、でもそんなことしてたらお姉ちゃんお風呂から上がっちゃう。なんてこと、これはまさに究極の選択、脱ぎたてだけに選択で、うまいこと言ってる場合じゃなくて。こうしてる間にもお姉ちゃんと背中の流しっこタイムは刻一刻と減っていくけど、脱ぎたてなんてそうめったにお目にかかれないし、時間は限られてるのよ。それにこの間怒られたばっかじゃない。あでもちょっと匂いを嗅ぐだけなら、ってダメダメ、
今日はお姉ちゃんと背中の流しっこをするって決めてるのよ。待っててお姉ちゃん、今すぐエリナがそっちへ行くからね。